はい、本日おめでとうございます。今のお気持ちお聞かせください。ありがとうございます。今のお気持ちは、カオラがやっと包みで言ってくれました。本当にお綺麗なお嫁さんで、お父さん絶対見たら泣くからね、こんな言ってて。本当は今日は大雪で東北の人間は来れないかと思ったのですが、仙台から、新潟から、うん、そうですか。あとは今、秋田からはどうしても遅れてくるので4時くらいになるんだよね。ひろみちゃんは心で参戦してください。ということです。今日はもう晴れた、沖縄は晴れてますので本当におめでとうございます。じゃあこれから挙式楽しみにいたします。